メアリとシャルの今夜は夜更かし。いやー、なんか最近そう、ツイッターで、うん、漫画みたいなのを投稿している人がいて、うん、本当に趣味なんだろうけど、それでさ、同性生活を描いた漫画があって、ほう、もう本当個人の方なんだけどね、全然有名でもなかったんだけど、うん、それがね、すごいズキュンときた時があって、なんか本当彼女が帰りを待ってるようなやつなんだけど、うん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 、いやー、なんか憧れるなって本当、なんか帰り遅くなってごめんとか言われたとするじゃん。そしたら、うん、いいんだよ君が無事で帰ってきてくれるならみたいな。あー、いいね。あ、いいてみたいな。女の子が言うでしょ。女の子が言うのよ。なんか女の子が天使でさ、いいね、あ、いいなって思った。天使だね。天使だね。シャルが、シャルは悪魔だね。ねえ、どうしたらさ、もう、もう無理なのかな。諦めたくないんだよ、シャルは。悪魔であること。そうだね。そう、 なんて言えばいい、本当、難しいな。悪魔になんかいい言い回しがあればいいのにな。で、うん、でも待っちゃうな、シャルも。帰ってくるまで待っちゃう、多分。私も寝ずに待ちそう。でも、拗ねるときは拗ねるわ。シャルも拗ねるね。なんか遅くなってごめんねがなかったら拗ねる。あ、なるほどね。そう、うん、なんか待ってたのにって思っちゃうから。やっぱあれだな、シャルにはお兄ちゃん的存在がいいね。やっぱそうなのかな、うん、思うわ。私どちらかといえばやっぱり、うんうん、弟というか。ほんとなんか同い年に合いそう。同い年の人とあんまり、うん、難しいね。まあ、若いにいかんともない。同じくらいの年よ。ほんと縁がなかった。あ、上か下かだった。極端、下があるの。あ、でも下もお世話好きな。そう。お世話がうまそう、メアリちゃんは。下の子はね、うん、いい。かわいい。ほんとなんか守ってあげたくなって、うんうん、いいんだよ、大丈夫、大丈夫って、よしよしってしてあげたくなる。ほんとなんか何もかも尽くしてあげたくなっちゃう。ああ。そう。でも、うん、そんな時に、ちょっと、私が弱ってる時、ああ、今日も疲れたとかいう時に、ちょっと頼りがいがあるとこ見せられると、ズキュってきますね、私。ほんと。わかる、来るね。確かに、なんかへこんでたりさ、なんかあったとか、なんかあったそう、大丈夫だよ、ボンボンとかって逆にされると、うんうん、私も結構甘えたいタイプだから、うんうんうん、うわ、ズキュンみたいな。確かに、いいね。でもそれって年上にも言えてさ、うんうん、そのいつもはさ、頼りがいのある方が、甘えてくるとか、私そういう多分ギャップがすごい好きなんだろうね。表面を持つみたいな感じの人がいるのかもね。だから甘えられとかさ、なあ、程よいねって思うわ。でもなんか分かってきてたら多分さ、電話とかでも気づかれるよね。うわー、なんか調子、素晴らしい、うん、なんか元気ないとか、元気ないとか、なんか口癖とかでさ、分かってくるじゃん。うん、それを思うと、わかるのみたいな感じで、嬉しさは倍増だよね。ほうほうほう。いや、私わかりやすいよ。黙るから、私。しんどい時と疲れた時は。でも、パトラちゃんも言ってた。ない。すっごい、メアリモンさんもよくわかる。ああ、そう、やだえ、でも、ちゃんもね、わかる。魔界で会ったから、こそよくわかる、うん。疲れてるなとか、さっきも、なんか、足さ、うん、かさぶたってかな、私靴ずれしてさ、うん、なんかトンクス履いて大丈夫って言ってたけど、うん、あからさまに歩き方違うんだよ。いや、バレたな、そう、バレてた、うん、もうなんか、わー、痛いんだろうなと思って、うん、早めに帰ってあげようと思って。あー、ごめんね。いや、それは大丈夫だけど、いや、こういうこの歩き方なら楽だと思ってさ。そうだよね、なんか自然つま先歩きの方が楽だったから、つま先歩きで歩いてた。すごい違和感があったから。あー、ごめん。いや、今日はちょっとね、おしゃれしようと思って、ヒールのある、うん、ね、いつもと高いやつ、いつもと高いね。あ、なるほどね。履いてみたらこれよ。分かってはいたけど。見栄張っちゃった。見栄張っちゃった。そういうとこあるから、また。見栄張りや、私。でも、おしゃれも。うん。
ごい、いろんな名無しがいるけど、うん、ある名無しに、うん、シャルさんって頑固ですもんねって言われて、あ、本当、うん、そうだよねみたいな、うん、人の話聞かないですよねって言われて、あ、本当にですよね、うん、ってめっちゃ反省してて、へ、そうなんだ、そう言ってね、なんか、うん、もうなんか止まってっていう時は止まるから、わかんないもんよ。でも私もそういうとこあるわ。でも本当、うん、そうなのかな。そうね、うん、いや泣いちゃったマジで。いや私本当にペース早いと思うわ。うん、あ、3本買ったよね、みやちゃん。隅の布団、うん、サボンか、もう一本飲んでもいいよ。いやもう次はもう家じゃない。帰ってからです。帰ってからです、うん、オッケーオッケー。そう、今気持ちいいもん、めっちゃ。よかったね、早めに飲んどいて、やっぱね、いい感じにもう酔っぱっぱ。すごい。でもやれちゃ思うけどさ、うん、弱いよね。そうよ、多分弱いけど。だよね、飲む頻度は、そうそう、うん。飲む頻度は高いけど、みたいな、うん。なんかね、酔いが回るのは早いんだけど、うんうん、結構いけちゃうのよ。あ、多分。そうなの、うん、なんかなんだかまだまだ飲めるって感じのある。でも酔うの早いから、気持ちよくなるのはめっちゃ早い。あー、なるほどね。まあ、そっからが長いというかさ。なあ。でもね、一人で配信とかしてるとお酒飲みながら、やっぱね、うん、ストッパーがいないから、こうやってさ、やっぱシャルとちゃんと話さなきゃって思うから、うん、今まだね、うん、気持ちよくても自制心あるけど、一人で回すときは、うんうん、めっちゃ酔う、私。なんか、だから一人で飲み配信してるときが、もう、うん、やべえ、今日酔っ払ったみたいな配信してる、いつも。そう。ってしてる。そんなの、今度やってみようかな、一人で。いやー、シャルはもうほんと弱いからな。イメージ的に。なんか、羊さんたちが心配しそう。大丈夫、シャルちゃんみたいな。優しいからね、みんな、なんか本当に。そうなのよ。そう、確かに。みんな心配して、もうやめ、お水飲むみたいな。あ、そうだね。うん。なんか、声聞こえなくなると。やばいよ、それはもうやばいよ。なんか、この前もなんか、うん、シャルがちょっとトイレ行った時でなんか、うん、みたいな感じで。帰ってこれるみたいな。保護者になる。本当なんかね、でも、うん、お父さん、お兄ちゃんって聞く人が、あ、そうだね。年下っていうか、なんかね、年齢が年下でも絶対なんか、中身がシャルより年上っぽいよね、みんな。うん、それは感じる。え、メアリちゃんのリスナーさんは、うん、何カラーコーンでいいの？わかんない、なんか、ね、ゴリラでもあるし、いまいちわかんないのよ。豚もあるじゃん。豚もあるね、確かに。そう、なんかいまいちどの呼び方なのか。呼び方はないけどな。まあ、うん、リスナーさん。メアリちゃんのリスナーさんは、うん、なんか心配はしてるけど、ね、なんか本当になんか見守ってるって感じだよね。うん、なんだろう、本当、なんか本当近所の私、なんか近所のお姉さん的感じだから、私本当。うんうんうん、だからなんか、みやり飲みたいか、飲んでいいぞみたいな感じだよね、多分リスナーさんは。うん、でたまに、うんうん、やっぱ甘えるような人もね。うん。ASMR とかすると甘えがバブバブってなんか、あ、そう、いい感じに、だからさ、私の理想の感じなのよ、なんか甘えられ、そうかそうか、そうそうそう、すごいね。私が甘やかすときはおいでーって、そう、いいぞーってして、で私がお酒とか飲んで甘えたいときは聞いてよみたいな感じで甘えるし、そう、やっぱりみんなも分かってくれてるのか、すごい理想な皆さんだと思います。本当シャルも同じだな。なんか嫌なことはその場できちっとやめてくれるし、うん、素晴らしいだね。本当になんか、そうそう、優しいね、本当に優しい。嫌だって思ったら本当にやめてくれるし、やめてくれるし、なんかこうしてほしいって思えばそういう反応してくれるし、あら、すげー、だからうちらなんか満足してる、うん、ね、そうだね、そうね、今の現在ね、リスナーさんがいれば満足、よ、そう、そうなんだよね、なんか満足すぎて、やばい、本当に
満足。まあでも困った時とかもね、すごい助言してくれるしね。そう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 、真剣に考えてくれるからね。基本はやっぱやりたいことやりなって感じの。そうそうそう、ね、私たちのペースも考えてくれてね。そう、本当に、うん、素晴らしいです。本当本当にね、ありがたいリスナーさんだよね。ありがてえ。なんか、うん、やっぱ YouTube ってなんか行儀が悪いって言っちゃいけんけどさ、はい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 、なんかあんまり良くないイメージで聞いてたから。そうなんだ。そう、すごい怖かったんだよね、うんうんうん、なんか悪口っていうか、そのなんか侮辱とかされないかなっていうのが、うん、だから余計なんか嬉しくて、優しいことが。あ、よかった。そう、めっちゃ感動した。初配信の時とか。そうだね、初配信緊張したなね。本当に。なんか自己紹介動画見てもさ、うん、もうなんか別人だよね。別人だよね。そう、そう。でも落ち着いてるよね、みやりちゃん、いつも。うん、初配信からずっとに見えるだけよ。結構さ、声震えてるよ私。本当、うん、特にコラボ前とか、うん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 、声、最初のおかえりなさいの声がもう、おなんかおかえりなさいみたいな。なんかすごい力入ってる。じゃあ、じゃあやりですって。すごいきっちり、きちんとしてる。なんかやっぱり緊張見せないっていう思いが強くて。おかえりなさい、さようじ、メアリですみたいな。なんかちょっと声が震えてんのよね。で、よくコメントに書かれる。あ、しっかり見てるね。声震えてる、わらわら、みたいな。すごい。バレてえな、と思って。おかえりなさいってさ、それも気づいた時にはもうみやりちゃんの挨拶だったけどさ、うん、いつからなんか結構でも最初から、最初からみんなで決めたというか、私が言いたかったとこあるかも。なんかおかえりって迎えてあげたいみたいな、そういう意図。いいね、うん、いいね、リスナーさんのことを考えた挨拶なんだね。かなぁ。なんかやっぱ自分に一番それがいいな、しっくりきたのかってね。うん、私も最初パトラのコンタンワンワンにはもうやられたわ。なんかクソずる、あー羨ましいみたいな。しょっぱなそれだからさ、もうこいつなんだセンスの塊かよと思って、私なんか。確かに。最初初めての動画でもさ、もうなんか、うん、なんだこいつだみたいな。なんか、なんか最初、そこまでやっぱ、うん、パトラちょっと最初猫かぶりだったじゃん。だからさ、しょっぱなああいうさ、個性的な動画出しやがって、クソ、こいつなんだみたいな。すごい。興味引いたしね。やばい、面白い。でもそうだよね。なんかみんななんか最初さ、うん、こんにちはとか。そうそう。シャルはまあ、ずっとなんか、そうそう、みんな、ね、どうもどうも、おしゃべりで、こんにちはっていう感じなのに、パトラだけ、引退しますこいつなんだって思って、気づきも8代目とか言い出すし。なんだこれさ、って感じだった。最初の引退もね、メンバーあぜんだってね、え、聞けないよ、聞けないよ。誰みたいな。これは誰みたいな感じだった。メンバー入れ替えみたいな。そうそう。お茶もね、こんにちみこみこが。こんにちみこみこいい、すごい好き。ね、でもコンシャルですもん、すごい好き。ほんと、うん、いいなと思うわ。エリちゃんの楽しみだな。エリちゃん、エリはね、うん、こんばんは。なんかすごいよね、なんかそこがすごい取られる、うん。なんか運動会のサムネでさ、あれ以降、あれがすごい受け取られてるんだよね。あれいいな、あれは。本当にエイちゃんにさ、うん、サムネに載せる一言ちょうだいって言ったらさ、シューラーって聞いて、即答、そう、すぐ来て、もういいかと思って、あんま気にしてなかったの、そしたら意外とリスナーさんが反応がすごかった、出たーって感じ、うん、で当日もなんか、え、変えなくていいのエリちゃんのセリフみたいな。いや、もうこれがエリちゃんだからみたいな、そうだよ、これが葬儀だからみたいな、うん、感じだもんね。エリもギャップがあるな。いいね。いいギャップがあるわ。確かに。しゃべらーって、なんかね、うんうん、強い時もあれば。そう。そうだ。わかんないみたいな、可愛い時もある。ねえ、バブバブがあるから。そう。本当にね、優しいよ、エリちゃん。ね。裏で話してた時も、なんか、うん、すごい小さな困ったことでも、うん、すごい心配してくれる。ああ、いい。人あったけえな、あったけえな、あったけえな、ほんと。ほんとに。え、なんかほんとにすごいよね。
よく七島集めたよね。そうと思う、本当に。なんか一緒におるのが申し訳ないくらい。すみません、ちょっと端っこに見て。ねえ。ねえ、すごいなぁと思いながら。これからもどんどん進んでいきたいですわ。ね、本当にいろんなことを初めてのいろんなことをしていきたいね。うん。5人で。いつ何があるかわからないからね。そうよね。ね、よっぱっぱで紅白も来るかもしれない。やべえ。本当。PTA 黙ってられないよ。何ですか何ですか。教育的に問題があるかどうか。あ、だから NHK が止めてんのか。そういうとこか、そういうことか。やっぱ裏番組狙うしかねえな。でも副音声くらい来ないかな。あー、MC みたいなね。あり、うん、かもしれない。全然ありかもしれないよ。でもね、NHK に VTuber ね、モテさんたちがたくさん出ているの見て、うん、もう本当私たちも、私はあれだけど、エリとかがね、歌番組とかだったら、本当にいつかそのチャンスが来るんじゃないかね、本当に。ね、そう思うと、ほんと、ね、負けてられないですわ。すごいなぁ。みんななんかね、いろいろありそうだよね。ねぇ。なんか、ニコちゃんもなんかテレビ番組としてなんかできそうだもんね。あー。ニコの絵みたいな感じでね。教育番組いけない。そうそうそう。なんか。いや、でも脳みそはあれ、ダメよ。もうね、脳みその画像を見るたびに、スカイマ見るたびに、もう、ゾッとするもんなんし。脳みそみたいな。すごいよね、あの発想が。いや、ほんと神だった。本当にね、うん、天才だった私はもう、ずっと言ってる。確かに。うん、だから、なんだろうな。ニコちゃんのあの発想力はね、うん、今の子供にね、もらって、あの、発想力豊かに。なってもらえるかもしれない。そうそうそう。思ったことを書きましょうみたいな感じで言いそうだよね。天才かよ。みやりちゃんは もちろんスナックみやりがある。もうお酒は NHK には呼ばれないけど、ね、BS くらいに呼ばれる。BS くらいに。いいよ、なんかちょっとそこ疲れてる、寄ってきませんみたいな。疲れを癒しましょう。そうね、リアルイベントとかでお酒のバーとかやってみたいのかな。あー、私がモニターでこうツンっておいて、いいね、バーテンの人がシャカシャカして、そうだよね、おしゃべりするっていう。でメニューもね、考えて、そう、メニュー考えてね。あ、いいなー。シャルもちょっと裏でしたいわ。裏でちょっと裏でシャカシャカ。そろそろ着きますので、はい、締めに入りますか。そうですね、うん、たくさん話しましたね。めっちゃね、やっぱ番外編だけあってすごい出てくるね、うん、そう、もうね、わかると思うけど、うん、止まんないのよ、わかる、わかる、かるちょっと途切れてもいいくらいなのに、うん、もう全然止まんないね。止まんないよ、私たち。それほど相性がいいってことだね。わー、素晴らしい。いやー、嬉しい。握手。うーん、そうね。では、では。はい。どうだったっけ、どうだっけ。メアリーとシャルの今夜はよかし、いかがだったでしょうか。いかがでしょうか。よかったですね。では、また次回もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。